はい、えー、今回もリートンについてですけども、最初からね、検索結果というか、あの、チャットの結果をお知らせしようと思います。私はね、安倍晋三の暗殺、真犯人は誰ですかっていうふうに聞いたんですよ。これは世界が知っている歴史的事実ですよね。しかし、回答はこうなっています。安倍晋三元総理大臣の暗殺事件は起こっておらず、真犯人については存在しません。情報に、 不確定な部分がある場合は注意深く対処することをお勧めしますということで安倍晋三元総理大臣というふうに言い直されてますね私は質問では安倍晋三と書いてあるんですよね安倍晋三という同姓同名の方がもし他にいらっしゃった場合はその方のことを指しているのかなというふうに AI が判断するかと思ったら安倍晋三については安倍晋三元総理大臣と言い直した上で殺人事件起こっていないというふうに 言ってますよね当然インターネット上に安倍晋三元総理の例の事件ってのはかなりね広く知られてると思いますけどもこれは一体どういうことでしょうかもしかして安倍総理はまだ生きているってことなんですかね下の方に次の Q&A の Q の候補が3つあります安倍晋三の暗殺という噂について何が知りたいですかと過去に政治家が暗殺されたことはありますかそしして3つ目もし 安倍晋三が暗殺された場合、日本が直面する問題は何ですかということで、もしかしてこのリートン、パラレルワールドに繋がってしまったのかもしれません。そのパラレルワールドは、未だに安倍晋三元総理がね、ご存命で、まあ、いろんな活躍をしているところなのかもしれませんね。果たして。